8月6日。テレビは原爆慰霊祭から高校野球に切り替わる。西村慎吾の時事通信ナンバー1124、平成27年8月6日号。8月6日。テレビは原爆慰霊祭から高校野球に切り替わる。本日、朝、感じたこと。というより、テレビで見た画像の変遷は、広島の爆心地での原爆慰霊祭と、それに続く、甲子園球場での全国高校野球開会式であった。まず、高校野球開会式に関して述べ、それから原爆投下に関して述べる。昨年の8月6日、沖縄県座間味島守備隊長であった梅沢豊陸軍騎兵少佐が亡くなり、享年97歳。この8月2日に、天王寺の制限寺で一周忌法要が行われた。梅沢少佐は、米軍の侵攻が迫る座間味島の、自決用の武器と弾薬を提供してほしいという住民代表に対して、自決してはならん、生き延びよ、と命じた隊長であった。しかし、その梅沢少佐が、戦後のマスコミと大江健三郎の沖縄ノートという著書、岩波書店では、住民に集団自決命令を出して自決せしめた鬼のごとき極悪の人物とされた。そこで、梅沢少佐は、その自虐史観の濡れ衣を払い、国家と軍と自分の名誉を守るために、著者と出版社を相手にして、集団自決命令冤罪訴訟を提起して戦い続けた。その結果、事実認定として、裁判所は自決命令を裏付ける証拠はない、と認めたのである。そして、1年前の葬儀に、桜井義子氏は、梅沢さんの濡れ衣は、完全に晴れた、との弔電を送り、梅沢少佐の訴訟を全面支援し続けた南木隆二氏は、集団自決命令の虚構、南京大虐殺の虚構、従軍慰安婦強制連行の虚構は、すべて崩れつつある、と梅沢少佐の人生をかけたご努力を称えた。以上は、昨日も、台湾最南端から南に広がる和椎海峡での戦没将兵慰霊祭に関して述べたことである。そこで、昨日述べていたからこそ、本日、次のことを述べたいのだ。今朝の高校野球開会式において、朝日新聞社長が、開会を宣言し挨拶をする段になると、目をそらせチャンネルを変えた。聞くに、見るに、絶えない。朝日新聞こそは、南京大虐殺の虚構、従軍慰安婦強制連行の虚構、そして梅沢守備隊長の集団自決命令の虚構を、故意に真実として報道し続け、日本国と日本国民の名誉を著しく毀損し続けるという卑劣な巨悪の元凶ではないか。その朝日新聞が、なぜ、純粋な少年たちの高校野球の主催者になれるのか、考えても見てほしい。彼ら高校野球に励む球児たちは、部員の一人でも万引きすれば、また、暴力沙汰を起こせば、全員が出場停止になる。そして、そう仕向けるのは、朝日新聞などのマスコミではないか。そういう不祥事が起こると、マスコミは、校長と野球部監督を記者会見に引きずり出して、出場を辞退しますと言わせて、頭を下げさせる。これが、朝日新聞などマスコミの姿ではないか。このマスコミ人たちは、決して貧困法制ではないのに、高校球児たちの貧困については、ここまで荒を探る。そこでだ。ここまで厳しい倫理と連帯責任を要求されて頑張ってきた純粋な球児たちの全国大会を、こともあろうに、球児たちの純粋さとは、まさに正反対の朝日新聞が、主催する資格があるのか。優勝校の主将に、朝日新聞社長が優勝旗を授与する場面を想像するだけでも、少年が気の毒である。言う相手に戦って泥棒を捕まえた正義感に満ちた少年に対して、泥棒詐欺師の親分が、その正義を称えて表彰する、依然と変わらないではないか。次に、広島への原爆投下について述べる。改めて、昨年の10月に訪れて立った、テニアン島の B-29 への原子爆弾搭載現場と、原爆を搭載した B-29 が発進した滑走路がまぶたに浮かんだ。熱帯のジャングルを抜けてくる風が、あそこだけはヒヤリとするほど冷たかった。あそここそ、アウシュビッツをしのぐ虐殺地点である。アウシュツビッツやダッハウのユダヤ人絶滅収容所は、ヒットラーに率いられたナチスドイツの狂気がなせる虐殺地点である。このことは今や普遍的な認識だ。これに対して、テニアンの原爆搭載地点と滑走路は、今もなお民主主義と人類の正義がなせる日本人虐殺地点である。このアウシュビッツとテニアンと、どちらが恐ろしいか。アウシュビッツの入り口に、アメリカがテニアンでしているように、
ここはナチスドイツの輝かしい歴史的ポイントであると誇らしげに、今も書いてあればどう思うか、これを想像してほしい。話題を変える。原爆投下をなぜ阻止しえなかったのか。あの当時でも総力を挙げれば阻止しえたのだ。情報をもっと収集できて、情報部員の判断力がアップしておれば、本土防衛の我が戦闘機群が原爆を搭載した B-29 に襲いかかり、それを太平洋に機体ごと沈めることができた。以下このことを書く。堀映像著、大本営参謀の情報戦記より。当時大本営情報部はアメリカ軍の暗号解読はできなかったが、電波は24時間一語も漏らさず聞いていて、グアム、サイパン、テニアンにいる B-29 は前期コールサインから把握していた。したがって編隊の奇数も訓練の状況も日本本土上空で撃墜され欠番となった機も把握していた。その中で昭和20年5月中旬、ホノルルを発してサイパンに向かった B-29 1機の奇妙な行動を捕捉した。この B-29 はかつてないことをした。つまりかなり長文の電報をワシントンに向けて発信したのであった。たった1機の B-29 がワシントン宛に電報するとは異変であった。6月中旬頃までの追跡で判明したことは、不思議にもこの部隊は10機から12機までの部隊であることも分かった。通常110機。大本営情報部は、この機を正体不明機と命名し、テニアンのこの飛行機の基地を攻撃するように、参謀総長や防空部隊に意見を愚信したが、洋島出艦後の日本にはすでにその可能性はなくなっていた。7月16日、ニューメキシコ州で新しい実験が行われた、という外国通信社の記事が目についた。しかし、この、正体不明機の任務は分からず、大本営の第6課、特上部、航空本部のそれぞれの情報担当者は、連日のように研究会議を重ねて、まさに日夜応答した。だが、深い霧は晴れなかった。8月6日午前3時頃、このコールサインでごく短い電波がワシントンに飛んだ。コールサインからは、2、3機の編隊と判断された。午前4時やや過ぎて、洋島の米軍基地に対して、この飛行機は、我ら目標に進行中、と発信した。それ以後は、皆目電波は出さなかった。午前7時20分頃、豊後水道水の古東台上空から広島上空に達した B-29 1機が、播磨灘の方へ投進中に電波を出した。この電波に気を取られて、後続の編隊が出てくるはずだと、目も耳も気も取られていたその瞬間、8時6分、2機の B-29 が豊後水道とは反対の東の方から広島上空に向かって突入していた。彼らは今までの上等戦法の裏を書いた。午前8時15分、広島上空に一大閃光とともに原子爆弾が投下された。ああ、万事休す。第6課の米国班の堀たちが追跡した正体不明機は、原爆投下という特殊な任務機であったことを、最後まで見抜けなかった。いずれにしても、情報の任に当たるものは、個人の勘が働くだけの平素から広範な知識を、軍事だけでなく、思想、政治、宗教、哲学、経済、科学など各方面にわたって、自分の頭のコンピューターに入力しておかなければいけなかった。堀たちの頭に、原爆という語は、その当時欠片もなかったことを告白する。思い出しても残念であり、その罪の大なるを感じている。以上が、アメリカ軍の進行時期や進行地点を、情報を分析してことごとく的中させ、マッカーサーの参謀と呼ばれた大本営参謀堀映像陸軍大佐の手記の内容である。8月6日の本日、改めて、情報収集と分析の死活的重要性を再認識し、我が国に、各セクションごとではなく、国家のための統合情報収集機関の設立が必要であると訴える。本日の広島から発せられる情報は、爆心地の原爆公園に建てられた例の碑文に沿ったものである。したがって、原爆の悲惨さ、原水爆廃止の訴えである。それは仕方がないことであろう。その上で私は、原爆が投下された直後に救援のために広島に入った兵隊たちが、幾同音に聞いた被災者の声を紹介しておきたい。それは、今まさに亡くなろうとしている人々の、兵隊さん、仇を取ってください、という声であった。よって、その声に応えるために、我が国は、情報収集能力と核抑止力を強化しなければならない。